てどうなる？ようやく誰の目にも、物イコールエネルギー、E イコール MC 事象ですから、エネルギーが空気のようにただになると、すべてのもの、物質もただ同然。エネルギーさえあれば、レアメタル、アースなどの資源もリサイクル可能。地球外に持ち出さない限り、ほとんどのものが希少ではなくなります。すると面白いことに、他人、過去の知識のパクリ、コピーに、ほんの少し工夫を加え、すべてを己一人で成し得たかのように主張する知的財産権も同時に消えます。もし、特許、著作権、経済にはマイナス作用しかない、を、と言いたいのなら、おぎゃーと生まれた瞬間に主張することです。あの世の仕組みからすれば、それでもダメ。物や地の独占と正義は表裏一体。殺し合いの口実以外に役に立ちません。物はただでも、物でない物、労力や知力など、肉体的精神的サービス、労働イコール、営利非営利を問わず全ての活動、イコール、生きているだけでも、には対価を保証します。ベーシックインカム構想。この時の対価は、必ずしも金である必要はありません。天変地異は天災。でも、被害は人の行動によりツケを溜め込んだ結果、人災イコール浄化作用です。とはいえ、あまりにも大きな対価、ツケを払わされるものですね。しかし、今回の火傷、地震、津波、原発騒動で気づかなければ、気づくまで何回でも各種の災害が繰り返されます。気づくまで何回でも各種の災害が繰り返されます。過去の文明の弱点、盲点がようやく誰の目にも見える形になってきたように思いますが、いかがなものでしょう。歴史書を絞れば血が滴り落ちます。そろそろ金イコール資本経済から人経済へ、殺し文明経済から生かす文明へ、天動説から地動説へ。これは過去、こちらイコール物質次元から未来、あちらイコール非物質イコール心次元への転換、パラダイムシフトを意味します。人類の歴史は殺し合いの歴史、中南米文明などの一部例外を除き、己、個、組織にとって都合の悪いものは全て殺しの対象であったのです。資本経済も殺し文明ですから、資本、物の経済の鬼っ子、金融やエネルギー、政治やイコール物ではない産業でも、庶民の命など安いものなのは致し方ないでしょう。これも自然の理、反自然に対、反自然に対する反生命現象。嫌なら皆が自分で自分を変えるしかありません。誰もやっちゃくれませんよ。